はい、こんばんは。えー、本日ですね、えー、岸田首相がですね、えー、次の自民党総裁選にはあ立候補しないということを発表いたしました。えー、このことをね、本日はお話ししたいと思います。えー、これね、岸田さんはね、この発表をですね、この記者会見ね、望、えー、んでそれを発表したわけですけども、えー、それをね、えー、聞いてみますとですね、岸田さんは、 自分が身を引くことによってけじめをつけてですね、そして自民党が変わったと、ということを国民の皆さんに示したいと,というようなことでしたね、うんえー。だけどもですね、まずね、この岸田さんがこの首相をね、辞めるということで、そのことで自民党がね、変わった。自民党が変わる。 なんていうふうにですね、考える人はですね、まずね、このようにですね、一人もいないですよね。うん。これね、えー、まあ、岸田さんはそう言ってるんだけども、国民から見ればね、あるいはこの世の人から見ればですね、まあ、ただただ、ね、岸田さんがね、変わるということだけですよね。何一つ変わってないですよ。ね。あで、これはね、誰もが考えるように、 岸田さんがですね、そこまで考えるならばですよ。つまり、自分の身を引くことによって自民党はね、変わったと。おというふうにね、えー、みんなにね、国民に思わせたいということであればですね、本当のね、自民党改革ですね、それに向けてですね、あのー、これはね、誠心誠意ね、えー、まさに自分がですね、 犠牲になってもね、やればいいじゃないかと。ということをね、まあ普通ならば考えると思うんですよね。うん。ところがですね、その自民党改革についてはね、まるでやる気がないんですね。まるでやる気がない。今日の会見見ていてもですね、自民党を改革するんだと。というようなですね、言葉はね、あるいはその文脈は一つもなかったです。当然ながら、 え、やる気もまるでないです。ね。うん。いかにもね、岸田さんらしいなと僕は思ったんですね。つまり、岸田さん本人はですね、全くやる気も何もないのに、ね。うん、自民党はね、自民党改革、自民党がね、変わるということについて、岸田さんは全くやる気がないのに、格好だけ、ポーズだけつけてですね、え、やる気あるんだと。 ね、うんあ。自分はそのために身を引くんだと。ね。身を引くことによって自民党が変わったと。というふうにね、示したいと。ね。うん。というふうに言ってですね、まあ、あ次の総裁、次の総裁選は出ないということなんだけども、実際は何もやらないわけですよ。何一つやらない。ね。うん、いかにも岸田さんらしいね、この見せかけだけ。 その集大成ですよねああ。つまり自分が身を引く。自分が犠牲になった。そういうふりをしてやめていく。ねああ。ということですよ。国民はそれでね、自民党は変わるなんていうふうにね、思う人は、さっきも言ったようにですね、一人もいませんよ。ね。よほどの自民党支持者でもですね、そういうふうに思う人は一人もいませんよ。ね。 うん、今日の会見聞いたって何にもないじゃないですか。ね。うん。でね、これね、岸田さんのね、様子、ね、記者会見の様子見てですね、これ誰もが感じたことだと思うんだけども、やっぱりね、岸田さんがね、表情が冴えなかったですよね。冴えない。うん。これはまあ様子を見ればすぐわかりますよね。これ何を意味してるかっていうとね、これは岸田さんは、ね、自分の意思でですね、 喜んで身を引いたわけでもなければ、ねあー、尊い犠牲になったというわけでもないわけですよ。ねあ。で、岸田さんが辞め、ね、辞めるということは、その理由は、ただただですね、支持率が上がらなくてですね、全然人気がないと。ね。そしてそのことをさすがに、周りに説得されたね、この麻生さんですね、 ああ岸田さんはね、麻生さんが支えなければね、もう何もできませんからねああ。周りから説得された麻生さんが、やはり最後は岸田さんを切った。ということなんですよね、うん。まあ、この結果ですね、いずれにしてもですね、自民党総裁選ね、次の自民党総裁をめぐるですね、情勢というのは、これは、えー、もう前からね、報告しているように、 小泉慎二郎さんを中心に回っていくことは間違いないですね。うん。これはね、当初から伝えているように、このまま推移すれば、小泉慎二郎さんが次の自民党総裁、えー、次期首相ですね、日本の首相、それになる可能性が高いです。高い。うん。だけどね、これも何度も問題提起しておりますけれども、本当にそれでいいのかということですよ。 本当に小泉慎二郎さんが首相でいいのかということですよ。ね。うん。まあ、ここで僕の意見っていうかな、見方をね、えー、ちょっとね、差し挟ま、挟ませてもらうと、僕は非常に不安です。非常に不安。うん。これはね、小泉慎二郎さんではあまりにね、これ軽い。軽いと言っちゃなんだけどもね、ちょっとより分かりやすく言えばですよ。うん、具体的に言えば、 かつてね、えー、日本の人口がね、まあ1億2000万人いると。ね。あそれでね、えーえー、どん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 減っているということですよね。まあ、それについて、えー、小泉慎次郎さんは何て言ったかというと、1億2000万の人口はね、ただ存在するよりも、ね、やる気のある、ですね、そして能力もある6000人がですね、 えー、いた方が、これは、ね、日本にとっていいんじゃないかっていう発言をしたわけですよ。ね。うん。これはね、えー、一国の首相、どころか、政治家の発言としてはね、信じられないぐらいの暴言ですよ、これは。ね。居酒屋で喋ってるわけじゃないですよ。居酒屋でね、お前が二人いるよりも、俺一人いた方が全然、ね、 能力あるよな、みたいなね。ああそんなような居酒屋でのね、冗談を言い合ってるわけじゃないんですよ。ね。政治家がですよ。そんなことをね、言ってね、人口の問題ですよ。ね。うん。これはね、まあ、精神論にも程がありますよね、これはね。うん。ね。これはね、若気の至りとかなんとかで済ませられる、ね、発言じゃないと思いますね。うん。 でね、これはね、小泉慎二郎さんの、同じうかな、うん、まあ、頭の中身というかね、それはね、まあ、所詮この程度っていうか、こう言っちゃ大変失礼だけども、ね、うん、まあ、このぐらいのところでいろんなことをね、あの、まあ、考えたり、感じたりしてるんじゃないかっていうね、えー、不安がね、僕はね、やっぱり拭えないんですよね。こういう人に、一国、ね、 うん、その一国というのはつまり我々の国ですよ。我々が生きているこの国、この日本。その首相、行政の長、これを任せて大丈夫なんですかね。だけど、このまま行くと、本当にこれね、冗談抜きで、マジで、ね、日本国の首相になりますよ。つまり、自民党のね、あの、総裁ですね、 えー、これにね、なることはですね、非常に、この角度が高くなってきましたよ。ね。うん。ね。これ前からね、伝えてますけど、お岸田さんとね、ほぼ一騎打ちの体制になるんじゃないかというふうにお伝えしたんだけども、ここに来て麻生さんがそれをやめようっていうね、ことになりましたから、これ岸田さんが出ない。ね。ほら、これはね、あのー、まさに小泉慎次郎さん、 ここにね、まとまっていきますよ。これね、自民党の国会議員たちがね、どういうふうに考えるかというと、次選挙やって自分が国会議員でいられるかどうかなんですよ。その時にですね、小泉慎次郎さんの顔がやっぱりね、一番売れるだろうと。ね、一番あ、ね、迎え入れられるだろうと。というふうに読むわけですよ。ね これ非常にね、日本国をね、非常にこう、なんていうかな、真剣に考えている人っていうかね、まあ国民はみんな真剣に考えているのかもしれないんだけども、ね、うん。やはりこの大衆受けというのがあるじゃないですか。小泉慎次郎さんってのは大衆受けしますよね。うん。その時にその大衆が、ね、小泉慎次郎さんを選んだ場合は、日本の首相になっちゃうわけですよ。本当にそれでいいんですかということですよね。うん。 ね。うん。じゃ、そうなるとね、自民党の内部ではね、小泉進次郎さんになる可能性が高いですよ。ね。そしたら、あその首相就任をですね、えー、これはね、えー、首相就任を防ぐ。ね。その役割は野党しかないですよね。この議員内閣制ですからねで。その野党はどうしてるかというと、これもね、昨日お伝えしましたように、 ね、党の野党第一党の立憲民主党はですよ、昔の名前で出ていますというね、枝野さんがね、ね、うん、何のね、あの見通しもないのに名乗りを上げて、ねうん、他の新しい候補者ですね、うん、これは小沢一郎さんを中心にね、準備していた。ね、それが潰されましたよ。潰された。ね、うん、なので、 これはね、情報によればですね、立憲民主党は今ね、全くね、収集がつかない状態のようですね。うん。ね。これ枝野さんではね、野党共同は絶対にできないですよ。ね。うん。なので、えー、これはね、小泉慎次郎さんが、えー、首相になってですね、これすぐに解散総選挙をね、打ちますよ。この秋にね。うん。そうすると、ね。うん、これ小泉慎次郎さんの自民党、ね。 それからおそらくは、石丸真嗣さんも新党を立ち上げてくると僕は思いますよ。ね。うん。そうするとね、この戦いになりますよ。ね。そうするとね、立憲民主党なんかの野党はですね、これ大惨敗になりますよ。立憲民主党はね、見る影もなくなっちゃうね、可能性が僕はあると思いますよ。ね。うん、そして小泉慎治郎さんが首相にね、つくと。そういうね、公算が強いですね。うん。ね。 ああそういう情勢だと思いますね,、うんねうん。まあね、立憲民主党のことについてはね、また報告したいと思いますけども、とりあえず今日はね、本日はこの岸田さんですね。うん、岸田さんがね、今日11時半だったかなあの記者会見ね、えーや、開いたんですね。うん、それでね、えー、僕もね、もちろんこれね、全部ね、見てましたけども、えー、岸田さんはね、こういう風にね、 え、冒頭話してるんですね。うん。まずね、この、モンゴルのね、モンゴルの首相と電話会談をね、行って、まあこれでね、えー、そ当面当面のね、コロナその外交日程がああ全部終わったと,ということで、こういうふうに言い出したんですね。今回の総裁選挙では、自民党が変わる姿、新生自民党を国民の前にしっかりと示すことが必要です。そのためには、 透明で開かれた選挙、そして何よりも自由活達なあ論戦が重要です。その際、自民党が変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩は、私が身を引くことであります。私は総裁選には出馬いたしません。総裁選を通じて選ばれた新たなリーダーを一平卒として支えていくことに徹してまいります。ということですね。まあ、岸田さんの記者会見ね、はっきり言ったら、 まあ、ここが一番重要なところでね、まあ、はっきり言ってこれしかないんですよね。うん。あとはなんかね、えー、これ首相としてね、3年間どういう風に過ごしたっていうね、まあ、自慢話みたいなね、うん。まあ、そんなね、自慢話するような話じゃないんだけども、それがね、だらだらと続きましたね。うん。そしてね、この自分のね、この実績についてね、大きな成果を上げることができたと自負をしております。とかね、うん、言ってね、 だけども、他方で、この統一協会をめぐる問題とかがあった。と。それから、政治資金パーティーね、これの裏金問題、裏金脱税事件があったと。ねあ。ということで、非常にまずい面があった。で、自分もそれについて、この、なんていうかな、対策というか、それを一生懸命やったけども、まあ結局、国民の信頼あってこその政治であるとお。ということで、えー、今回重い決断をさせていただいた。と。 いうことをね、言ったんですね。うん。ね。うん。ね。そして、えー、これはまたね、随分ね、自分の功績は随分長いことね、喋、えー、りましたけどね。うん。喋りましたけども、えー、その後ね、この、記者の質問に移ったんですね。記者の質問。まずね、えっ、ー、と、この幹事者のですね、 これは官邸記者クラブですけどね。幹事者の日本経済新聞のね、日本経済新聞社の記者が聞きましたね。うんまあ、この質問もね、いろいろあったんだけども、まあ、続めと言うとですね、まあ、総裁選に立候補して、まあ、岸田さんが立候補して、このんの自分のね、3年間のそのね、実績を国民に訴えて戦うという選択肢はなかったのかと。えー、そして、出馬しないということだけども、 次の総裁選について、誰を支持するんだと。そして何を託す考えなんだと。ということを質問したんですね。うん。ね。うん。それに対して岸田さんはね、とにかく、うまあ、国民のね、共感とか信頼とか、それを再び取り,取り戻すことによって、えーまあ、政策は前に進めることができると、ね。そしてそのためには自民党が変わらなければいけない。そして自民党が変わるということを、 示すためには、まず第一歩として、私自身、岸田さん自身が、総裁選挙に出馬しないと。身を引くこと。これが、重要だと判断したと。ということなんですね。うん。まあ、要するに繰り返しですよね。えー、そして、その後継のね、えー誰、誰をね、後継総裁として応援しますかという質問に対しては、ですね、えー、まあ、それでね、控えるべきであると。 だけども、ただ一つね、えー、言うことがあるとすれば、この政治と金の問題ですね。うん。あるいはこの政治の信頼回復の問題。まあ、それについてね、えー、こう一連の改革努力が続けられてきたと。で、これからも続けていかなければいけないんで、そういう改革マインドが後戻りす、ね、することのない人であってほしいと。というようなことですね。というようなことをね、あのー、言いましたね。うん。 でこれ、岸田さんはね、何をね、言ってるかっていうと、要は岸田、岸田さん自身が身を引くことによって、自民党はね、変わった。あるいはこれから変わるんだと。そういうふうに国民に思われたいということですよね。うん。あるいは、あ自分がね、身を引くことによって、まあ、この辺りでなんとか勘弁してくれ,くれないかと。まあ、そういうような話ですよね。うん。非常にわかりやすく言えば。ね。 うん、でまずね、これ岸田さんはね、相当人気がないですよね。相当人気なかった。非常に支持率が低かったですね。うん、でそのね、えー、岸田さんが、人気のない岸田さんが、首相官邸からいなくなるというのは、日本の政治にとってね、国民にとっていいことですよ。当然ね。うん、だけども、岸田さんが身を引いたところで、自民党は何も変わらないですよ。 変わるわけがない。ね。うん。で、もしね、本当にですよ。岸田さんがね、自民党は変わるんだと。ね。そして国民の信頼を得て、堂々と政策を進めるんだと。ということを考えているのならですよ。ね。岸田さんがですね、まさにね、うん。このね、身を引くつもりであればですよ。うん。その、そのつもりで、 ね。そのつもりで最後のご方向ということで、まさに政治改革、本当の自民党改革、ね。それに向けて取り組んだらどうだっていうことですよ。取り組めということですよ。ね。自分が身を引いて、北さんが身を引いて、自民党が変わったなんて思う人は一人もいませんよ。ね。うん。だって何もやってないじゃないですか。ね。 政治資金規制法をちょこちょこっといじったぐらいのもんじゃないですか。ね。本質的に何も変わらないじゃないですか。ね。うん。ね。これね、本当にひどいなと思いますね。岸田さんってどこまでね、ごまかし人生なんだと、なんだと思いますよ。ね。うん。ね、自分が身を引くことによって自民党は変わったと。ね。そういうふうに思われたいとかね、言ってるわけだけども、思うわけないじゃないですか。ね。 うん、そういう風に変わったと思われたいなら、岸田さん自身がね、まさにその変わるための仕事をしろよと、という話じゃないですか。ね。うん、まあそのことを僕はね、根本的にね、あの、指摘したいと思いますよ。ね。まず何と言ってもですよ。まず何と言ってもね、今回何が問題になったんですかね。裏金もらったわけでしょ。 裏金。それを脱税していたということですよね。ね。まあ、実質的な脱税ですよね。で、裏金もらった。その裏金って何でしょうかね。これはまさに派閥に対するね。まさにこの企業団体からのですね。えー、これはね、政治資金パーティー。ね。そのパーティー権じゃないですか。ね。ああそしたらね、このパーティー権。 この政治資金パーティーこれ禁止したらどうですか禁止したら。思い切って。ね。なんで禁止しないんですかね。なんでそんなに金かかってるんですかね。うん。まずね、これね、もうこれもね、まあしばしば指摘されていますけどもね。えー、これ自民党をはじめね、今の政党というのは、政党助成金というのをもらってるんですよ。政党助成金ね。 うん。正当助成金ってのをもらってるんですよ。ね。これね、いくらもらってると思いますね。これね、えー、2023年で総額で315億円ですよ。315億円ですよ。ね。これね、国民一人当たり250円なんですよ。ね。我々ね、250円ずつ出してるんですよ。そして、 なんと総額315億円の政党助成金がね、配られてるんですよ。で、自民党にはね、そのうちね、一番多くて、159億円がいってるんですよ。159億円ですよ、自民党に。ね。うん。そしてその他にね、立憲民主党が68億円。だから日本維新の会が33億円。公明党は28億円。え、国民民主党が11億円。 となってるんですよ。ね。どうですかね。ああ。どうですかこれ。これね、えー、日本共産党だけがもらってないんですよ。政党、政党助成金ね。ああ、ね。これはね、日本共産党の姿勢がね、えー、最も正しくて、最も筋,筋,が筋が通ってるんですよ。ね。ああ。これどういうことかというとね、 えー、これね、うん。政党助成金がね、導入されたというのはですね、これはね、えー、細川連立内閣の時にね、導入されたんですよ。で、それまでに、もうね、政治と金の問題がね、出まくったわけですよ。ね、リクルート事件をはじめとしてね。うん。そして、この企業団体献金ですね、それが政治家個人に渡ると、ね、 これ当然ながらこれワイルドとどこが違うんだっていう話じゃないですか。究極を考えればね。なので政治的な判断っておかしくなるでしょ。ね。企業からお金が来れば。そういう政策になっちゃうじゃないですか。これどう考えたって。なので、それを禁止しようと。ね。うん。企業団体献金をね。うん。代わりに、ですよ。代わりに、その代わりに、政党助成金を国民から出しましょうと。思い切って。 ね。うん。ね。国民から政党助成金を出すので、もうワ、ワイルと、ワイルと、ね、変わんないような企業団体献金、これをもらうのをやめてくれと。というね、国民の切な願いなんですよ。ね。それが細川政権の時に成立して、政党助成金ができたんですよ。ね。ところがですね、ところが、 この抜け道を考えたのが自民党なんですよ。ね。つまり、企業団体献金、献金ね。これで政治家個人には、ね、流れないと、献金されないということになったんだけども、ね。なったんだけども、この政党支部ってのがあるんですよ。ね。うん、政党支部。ね。それから政党もそうです。自民党。それから政党支部。 政党支部というのがですね、名前は政党支部なんだけども、その支部長は誰かというと、これはね、政治家なんですよ。つまり自民党の国会議員なんですよ。それが必ず代表者となっているんですよ。この政党支部というのがね。うん。ね。そしてその政党支部がね、もういっぱいでき、できちゃったんですよ。これもうみんな気がついたわけですよ。つまり、この企業団体献金は、 政党支部には、ね、えー、献金してもいいんですよ。ね。なので、その政党支部の代表者に国会議員自身がなっちゃえば、そのお金は何とでもできるじゃないですか。ね。こういう抜け道がね、作っちゃったんですよ。ね。あね。なので、これは何の意味もないんですよ。ね。あ、何の意味もないんですよ。 つまりですね、この企業,企業団体、企業団体は、企業はね、この政党支部に献金するんですよ。でその政党支部の支部長というのが自民党の政治家なんですよ。でそこで、ね、これはもう、えー、企業団体献金を受けてるのと同じなんですよ。ね。うん。そしてそれに加えて、さっき言ったように、 その政党助成金が自民党をはじめ政党に来るわけですよ。ね。うん。ね。315億円ですね。そしてその政党から、ね。これ、各政治家。これもね、あの、政党支部に、ね、えー、なんだけども、分配されるんですよ。配分されるんですよ。ということは、政治家はですね、ね、今の政治家は20ドルしてるんですよ。 20ドリどういうことかというとね、うん、えー、国からの国民からの政党助成金315億円、これが政党、ね、自民党、それから政党支部、ね、そして国会議員と流れてくるわけですよ。ね。うん。で、その政党助成金を作ることによって、企業団体献金、これをね、 政治家もらうのをやめましょうねというね、禁止になったんだけども、その企業団体献金は政党支部には許されたんですよ。で、その政党支部はイコール政治家なんですよ。ね。ああ。なので、二重取りなんですよ。ね。これはね、こういうのを焼け太りって言うんですよ。焼け太りね。ああ。で、日本共産党はもちろんその実態を知っているので、ね。 この実態では、政党助成金はもらえませんと。やっぱり全部直さなければもらえませんと。これは筋を通してるわけですよ。ね。ところが、その他の政党は、全く筋を通さないで、二重取りしてるんですよ。ね。どうですかだったらですよ。だったら岸田さんは、ここにですね、ね、うん。政治家人生をかけたらどうですかね。 うん。これ、企業団体献金がね、その政党支部を受け取、政党支部は受け取ってはいけない。ということにしたらどうですかね。うん。ね。それぐらいやるべきじゃないですか。ね。ところが全然やらないんですよ。ね。うん。全然やらないですよ。ね。うん。だから今は、そういう二重取り状態になってるわけですよ。 ね。ああ。ね。ああ。これはね、本当にね、この抜け穴というのは本当にひどいもんですよ、これは。ね。ああ。ひどいもんですよ。ね。ああ。ね。ああ。これがね、実態なんですよ。ね。これにですね、岸田さんは何のね、 手もつけないかつけてないじゃないですか。ね。何のつけても手もつけてないでしょ。ね。なので自民党は変わりようがないじゃないですか。変わりようがないでしょ。ね。そして今回ですよ。さらにですよ。その上にですよ。この二重取りの上にですよ。ね。派閥の政治資金パーティーね。これ企業がね、お金出したわけだけども。そのお金、 議員自身がその一部を受け取って、ね。そして、政治資金収支報告書にも一切載せずにですよ。ね。そして全部自分のポケットに入れてしまった。そしてこれがバレてからも、なおかつ、税金1円も払わない。税金さえ。どうですか、これ。ね。うん。どこが自民党変わるんですか。ね。 だったらせめて税金ぐらい払えよって話じゃないですか。ね。うん。この旧岸田派ですね。じゃあ岸田派の議員は全員税、ね、税金を払う。これをやったらどうですかね。うん。ね。これでど、どこに岸田さん手をつけたんですかね。そんな政治金規制法ちょこちょこっと手をつけたぐらいでね。うん。ね。 どうやってね、信頼を回復ね、えー、するんだっていう話ですよ。ね。うん、岸田さんがね、辞めたって何も変わらないですよ。何も変わらない。ね。うん、じゃあね、変わ、ね、自民党が変わるというならば、さっき言ったように、この自民党議員のね、この政党支部、ね。うんえー、これのね、支部長ということをやってね、お金もらってるんだけども、 それを辞めさせたらどうですか辞めさせたら。ね。うん。そして、えー、このお企業団体からの政治資金ね、えー、献金ですね。これをもらわないと。ね。企業団体献金が政治家個人に渡る道を完全に塞いでしまうと。ね。そしてさらに言えば、派閥とか、 政治家個人の政治資金パーティー、これを完全禁止するということですよ。ね。うん。その上で、この細川政権のですね、当初の計画通り、ね。この政治家はですね、国からの、国民からの政党助成金だけで、全てを賄うようにするということですよ。ね。うん。これを本当にやれば、ね。 これ、自民党であるとかね、岸田さんに対する信頼ですね、相当回復しましたよ。ね。だけど、一切やりませんよ。ね。一切やらない。ね。ああ。ということですよ。ね。本気、本気なんか何一つないんですよ、岸田さんにはね。ああ。要は、岸田さん自身がね、身を引くことによってですよ、自民党が変わったなんて、 この世の誰一人考えるわけがないですよ。ね。うん。これ岸田さんだって、岸田さん本人だって冗談でもね、そんなこと考えてないですよ。ね。うん。ね。というのは、岸田さんが次の総裁選に出ないというのは、これは岸田さんの意思ではなくって、誰かの圧力によって辞めざるを得なかったということですよ。これはね、今日会見に出て、出たね。 岸田さんの顔色を見てもわかりますよ。表情を見てもね,、うん、ね。できるならこんなことはやりたくないっていう顔してたじゃないですか。ねうん、これね、僕に入ってきた情報では、やっぱり麻生さんですよ。ねうん、麻生さんがあ、要は岸田さんを辞めさせたということですよ。でこれは何度も解説していますけども、 麻生さんは今年になってね、まあ、判断がね、揺れ動いて、揺れ動いたんですよ。当初はですよ。これもね、まあ去年とかでずっとね、解説してきましたけど、えー、これは麻生さん、それから茂木さんという主流派のね、シナリオ、シナリオというのは、もうこれはね、一つだけだったんですよ。これはね、岸田さんをまず下ろして、そして後継として、後継者として、茂木幹事長を当てると。 ということですね。だけども、麻生さんは気がついたわけですよね。ああ、茂木さんはやっぱり人気がないということで、これはね、今年に入ってですね、茂木さんじゃなくて、上川外相、上川外務大臣にね、変えたんですよね。だけども、やっぱりその上川さんもどうも人気が出る要素ないなということで、ここに来てまた岸田さんに戻ったんですよ。ね。だけども、 さすがにですね、この岸田さんあまりに人気ないんでね、支持率が全然上がらないしね、さすがに麻生さんの周辺がですね、これ麻生さんは裸の王様だったんだけども、さすがにここ、さすがにここに来てですね、周辺が麻生さんを説得したんだと。というような情報ですね。うん、そういうようなね、経緯ですね。ねだけども、 えー、これ自民党のね、次の総裁選をめぐってはね、今とにかく小泉慎次郎さんですね、この人を中心にね、動いてますね、うん。これをね、あの、何度も説明しましたが、この小泉さん、小泉慎次郎さんをめぐってはですね、この菅義偉さんですね、この菅さんね、うん、これがね、今、乗り気なんですよね。うん、そしてさらに、 森吉郎さんが後継人として名乗りを上げてるということなんですよね,、うん、ね。で、小泉、ね、父親の小泉純一郎さんはね、その森さんに対してには条件をつけてるわけですよね。うん、つまり出すのはいいけども、ね、うん、出したからには絶対に勝たせろよと。というような条件を出してるということなんですよね。うん、ということで、小泉純一郎さんももうこの動きを止めるつもりはないと。 いうことですね。うん。ね。うん。そしてね、ここでね、考えなければいけないのは、ね、この次の首相としてね、誰が一番ふさわしいかということで、もうこれね、各メディアの世論調査でね、トップは石破茂さんなんですよね。石破茂さん。ね。うん。だけども、自民党の総裁選に出るためにはですね、 20人の推薦人が必要なんですよね、うんで。石破さんというのはね、これでね、まあ毎回、まあ苦労するわけですよね。うん、ねでね、今回も、これはね、どうなるかわからないんですよ。ね、うん。というのは、石破さんの推薦にね、まあ、これ旧石破派ですね。まあ、この人たちですね、まあ、これ10人に満たないと思うんだけども、まあ、これがね、まあ、推薦ね、すると思うんだけども、 あとですね、一体誰が名前を連ねるかということですよね。うん。まあ、そこでね、この菅義偉さんですね。まあ、菅さんがね、この何人か、この、ま、面倒を見るっていうかな。うん。まあ、石破さんに貸すわけですよね。うん。だけども、今回、菅さんはね、まず、小泉慎次郎さん、これでやろうっていう腹なんですよ。ね。なので、えー、石破さんにね、 その上で貸すかどうかってのはね、非常に不透明ですよね。うん。そしてさらに言えばですね、麻生さんは石破さんとね、関係がものすごく悪いんですよね。うん。これ前も解説しましたけど、これ麻生内閣の時にですね、麻生内閣のお、えー、農林水産大臣だった石破さんがですね、麻生さんに対してね、うん、この際ちょっと身を引いてくれと。 いうことを申し入れに行ったわけですよ。というのは、麻生さんが全然人気なかったんですよね。なので、このままね、解散総選挙に突っ込めば、これはね、政権交代になっちゃうかもしれないという、ね、心配がものすごくあったわけですよ。まあ、結局、その石破さんの読みがね、当たったわけですけどもね。そして民主党政権ができたわけなんですけども、えー、麻生さんにとってはね、個人的に許せないっていうね、感情なんですよね。うーね。 うんね、なので、これはね、えー、菅さんはね、計算してると思うんですよね。つまり、菅さんの持ち込む、持ち、持ちもってのはね、持ち込もってのは小石川じゃないですか。こういうね、つまり小泉、えー、新次郎さん、それから石橋茂さん、ね。うん、うん、ね、うん。そういうことですよね。うん、ね。うん、それから河野さんですね。 ね。うん。坊野太郎さんですね。うん。でね、その小石川のうちですよ。ね。うん。石場さんをね、えー、もし出したなら、麻生さんがどう出てくるかわからないじゃないですか。ね。うん。これちょっとね、もういらぬ混乱が出てくるかもしれないっていうね、ことですよね。うん。ね。だけど、その反対にというかな、この小泉慎次郎さんであれば、えー、これ麻生さんもね、 特別の行って言うかな。そういうギクシャクした人間関係ね。それがないんで、えー、麻生さんも乗ることがね、えー、考えられるわけですよ。ね。うん。そうなればね、えー、これ麻生さんがそのまま乗ってくるっていうことはね、もちろん考えにくいんだけども、ね、これすんなりと、えー、総裁選をやって、すんなりとね、小泉慎次郎さんが選ばれると。 というようなですね、ことが考えられるんですね。うん。ね。うん。あそうなるとですよ。そうなると、ね。これはね、えー、ことは何て言うかな。うん、この自民党サイドに立って考えれば、あるいはこの菅さんサイドに立って考えれば、ことはすんなりと行くじゃないですか。ね。あつまり小泉慎次郎さんを立てて、自分たちは主流派になると。 ね。だけど、その際に、この、麻生サイドと余計な悶着は起こしたくないと。ということであれば、ね。これ、石破さんを出したら余計な悶着があるんだけども、小泉慎二郎さんでは、ね、そういう摩擦はないと。ね。ということで、すんなり行きそうだというようなこと。ね。そこまで考えると思うんですよ。ね。そうすると、 今言ったその情勢がね、このすんなり行くという情勢が、岸田さんの判断にどう影響した、したかという問題もあるわけですよ。ね。うん。ね。うん。これ少し前のね、この僕に入ってきた情報ではね、これはもう最終的には小泉慎次郎さん VS 岸田さんになるだろうということですね。うん。 だけども、その岸田さんが、ね、今日ですね、降りたわけですよ。降りた。ね。あ、うん、これは、つまり、岸田さんが、やはり負けを悟った。ということなのか。あるいは、麻生さんが、ね。これ、岸田さんの負け、岸田さんの負けを悟って、ね。そして、なおかつ、小泉慎次郎さんであれば、これは戦うまでもないな、というふうに考えて、 岸田さんを下ろしたのか。というね、そういう判断もあったかと思うんですよね。うん、ね。うん。これはとにかくね、もうこれはね、主流派、半主流派ね、麻生 VS 菅さんですね。これはね、本当、なんていうかな、読み合いですからね、うん。情勢をどういうふうに読んでですね、そしてここで戦えばいいのか。 あるいは、これ、すんなり行った方がいいのか、そういうね、損得ですからね、自分にとっての。ね。そうすると、菅さんにとっても、麻生さんにとっても、ここはすんなり行った方が、ね。余計な喧嘩するよりも、すんなり行かざるを得ないなと。というふうに考えた可能性が僕は高いと思うんですよね。うん。ということなんですよ。なので、これ、岸田さんは、ね。 ああ、これ自ら身を引いてね、自民党をね、えー、国民から見てね、変わったと思われたいというふうなね、ことをね、考えたということなんだけども、これは岸田さんはね、あの、決して自分から引いたりはしないわけですよね。麻生さんから、ね、お前やめろということを言われたと、というね、ことだと思うんですよ、端的に言ってね。ああ、ね。 で、これはね、僕だけがそう読んでいるわけじゃないんですね。うん、ね。これはもう、まあ、はっきり言って、まあ、政治を取材している人間ならね、まあ、大体はそう読むと思うんですよね。うん。で、今日のね、記者会見見ていてね、まあ、3人から、3人しかね、この質問できなかったんだけども、その質問を見てもね、質問を聞いてもそう思いますね。うん。まずね、この日経ですね、えー、日経か、日経、日本経済新聞ですね、 日本経済新聞、幹事者でね、この質問をしたんですよね。うん。で、これはね、えー、何、えー、ていうかな。まあ,あ、当たり障りのないね、質問だったですよね。うん。それからね、えー、幹事者ではない質問ですね。これ二人ね、質問したんですよね。うん。まずね、日テレですね。えー、日本テレビのね、これ江口さんという人ですね。うん。 こういう質問をしたんですね。今回、不出馬の、不出馬のご決断を決められたタイミングというのは、いつだったんでしょうかまた、決断にあたり、ご相談された方はいたんでしょうかね。これね、質問の趣旨はもうね、はっきりわかりますよね。つまり、ね、相談され,たされた方はいたんでしょうかっていうのは、つまり、麻生さんにはね、相談したのかと。 ね。しかも、いつ相談したのかということをね、聞いてるわけですよ。ね。うん。まあ、これ、誰もが考えるじゃないですか。つまり、あと、麻生さんから、いつインドを渡されたんだっていうね、質問ですよ。これはね。うん。続めて言えば。だけど、そのことをね、直接そういうふうに聞いたらね、誰だらって怒るじゃないですか。ね。麻生さんにいつインドを渡されたんですかなんて聞いたらね。<laughs> ということで、こういう持って回った言い方をしてるわけですよ。ね。うん。ね。 でそれに対して岸田さんはね、とにかく、自分のね、この、なんていうかな、また自慢話が始まったわけですよ。ね。自慢話が。ね。あまあ、いろいろ、これをやった、あれをやったっていうね。あね。これは別にね、岸田さんがね、決断したっていう、ね。やらせたというよりも、官僚がね、これやった仕事ですよ、これ。ね。うん。ね。そしてね、岸田さんはこういうふうに言ってるんですね。 自分自身、今日まで取り組んできた政策課題における成果。これは大きなものがあったと自負しておりますが、それらについても改めて最後に、この整理をし、今後の方向性についてしっかり示していく。これだけをやった上でうーん、今回の不出馬表明をしたいということを強く思ってきました。先ほども申し上げたように、いわば政治家としてのこの意地をしっかり示した上でこれから先を考えた場合に、 自民党の信頼回復のために身を引かなければいけないということで、今回の決断をしたと言ったことであります。っていうね。ああ。これもね。<laughs> まあ意味のない答えですよね。意味のない答え。それからね、えー、次に北海道新聞のね、この藤本さんというね、えー、人が質問したんですね。まあ、これはね、まあ日テレの質問よりもよりストレートなんだけども、こういうふうに聞いてるんですね。 政権を支えてきた麻生太郎副総裁にはいつお伝えになったのでしょうかズバリですね。総裁選に出馬されないのは支持率がずっと低迷してきたことも要因の一つだと考えております。先ほどおっしゃったような様々な成果を上げたにもかかわらず、どうしてご自身の支持が得られなかったと思われるでしょうかご自身で考えてみて反省するき,き点がございましたらお伝えください。 これいい質問ですね、これね。<laughs> いい質問。これズバリの質問ばっかりじゃないですか。ね。うん、しかも礼儀正しくね、聞いていてね、うん。これね、模範的な質問だと思いますよ。ね、これは。ね、そして、それに対してね、岸田さんはね、こう答えてるんですよ。えっとね <coughs>、政策を進めるためにも信頼回復に努めなければならない。そう感じて、その第一歩として、 私自身の身の処し方を決断した。こういったことであります。最後の部分は誰かに相談したかということですが、これはいろいろな方々の考え方はお伺いいたしました。しかし、私自身、最後は自分で決定する。これは当然のことであります。私自身が決定をいたしました。以上です。っていうね。ああ、これね。うん、岸田さんね、気悪くしたのかね。 質問にで直接ストレートに答えてないんですよね、うんで。質問は要は、麻生さんにはいつ伝えたのかということですよ。これが一番肝心なことですよね。うんねうん、つまり、ね本ね、その岸田さんが今回辞めるに至った、辞めると、ね、発言したことについて、ね、その本質的な原因、最大の原因というのは一体何かといえば、要するに麻生さんなんですよね。まあこれは、 あの、僕が解説した通りですよね,、うん、ね。つまり、麻生さんに伝えるまでもなく、麻生さんから引導を渡されたということですよ。そして、それについて、ね、いつ、うーね、麻生さんから引導を渡されたのかということについてね、うん、ちょっと礼儀正しく聞かれたんで、それはね、答えようがない。意地でも答えようがない。ね あるいは答えたくなかったということですよ。ね。ああ。ね。というようなことなんですよね。これ記者もやっぱりね、もう分かってるんですよね。うん。麻生さんからやられたと。ね。ついては、正確なね、日時とかそういうのをやっぱり詰めておきたいと思うじゃないですか。なのでそういう質問をしてね、岸田さんが意地でも、いや、それは自分が決めたことなんだっていうね、そういう問答になったということなんですよ。ね。うん。 で、この結果、ね、うん、自民党総裁をめぐる情勢というのは、小泉慎二郎さんを中心に回っていくということですね。あねそうなるとお、このままいけば、小泉さんがあ次期の自民党総裁、首相になる可能性が高いということですよ、ね。そして本当にそれでいいのかということですよね。あね野党はそれじゃど,どうなのかということですよ。 ね。で、結局、何度も言うように、枝野さんが、ね、何の見通しもなく名乗りを上げたと。ね。あ、う、あ、ん。そして、それによって、立憲民主党内部はもうね、今、収集がつかない状態だということですね。あ、う、あ、ん。ね。枝野さんではね、野党共闘は絶対にできないですよ。ね。あ、う、あ、ん。なので、これ、小泉慎次郎さんがね、 えー、すぐに解散総選挙を打ちますけども、そこではもう、立憲民主党はもうね、見る影もなくなりますよ。ね。野党は大惨敗ですよ。ね。あそういう状態ですね。そしてね、その立憲民主党でね、えー、これはね、小沢さんと野田さんがですね、ね。これ13日、昨日ですね。 えー、またまた、またまたっていうのはこの3回目ですけどもね、3回目の会談を行ったんですね。うん、これ、小沢さんがね、野田さんの事務所を訪ねて、えー、10分間意見,意見交換をしたっていうんですよね。うんねまあ、これをどう見るかということですよね、うんで。これはね、お伝えしたように、これはね、えー、これまで小沢さんを中心にですね、えー、立憲民主党のね、新しい顔、 40代のね。まあ、こう、この人を擁立していこうと。そしてこれで、ね、立憲民主党が全く新しい風を起こしていこうと。そういうことね。まあ、しかもこの人はね、まあ各野党にもですね、まあ評価されているね、まあ人なんで、えー、これ野党共闘はね、まあできるという見通しがあったわけですよ。ね。だけども、これは枝野さんがね、えー、自分が出るということになってしまったんで、 これはもうそういう、なんていうかな。うーん、新しい顔でまとまるっていうね。そういうことが、可能性が全くなくなっちゃったわけですよ。ね。うん。枝野さんが全然それに協力しない。そして自分は何の見通しもない。ね。うん。消費税減税を言ったのは間違いだった。なんていうね。うん。前回の野党共闘の旗印をね。ね。 散々踏みじってしまったんですよ、自ら。ね。それでどうやって今回野党共闘のね、話をしようってんですか。ね。うん。絶対にできませんよ。ね。うん。ね。だけどもとにかくね、小沢さんとしてはね、うん。まあそのことでね、まあ全てを投げ出してね、しまってはね、これは無責任だと。いうことでね、まあ身を引き締めてね、あえて3回目の会談に臨んだと。 ということだとだ思うんですよね、うん、でこれは記事を見る限りね、あるいはこのね、まあ、情報をねなんかでもですね、まあなんていうかな、まあ、報告するようできるような成果はなかったようなんですけどもね。うん、だけどもね、とにかく政治というものはですね、もう一寸先は闇、ね、と同じように一寸先は光でもあるわけですよ。ねあ まだね、まだまだ僕はね、動きはね、ある可能性があると,というふうにね、思ってるんですよ。まだね、動く可能性がある。ね。うん。なので、これは立憲民主党ね、特に立憲民主党ですね、もちろん自民党もね、同じようにですね、情勢の動きがあれば、その都度ですね、またね、報告したいと思うんですね。うん。これね、僕はね、この徳田ねとかね、そういうことで報告しているのは、 全く新しいね、動きですからね。うん。なので、えー、これはね、この立憲民主党の新しい顔が潰されたようにですね、うん、それがね、現実政治っていうの動いているので、それがね、ダメになることがね、あるんですよ。た々あるんですよ、ただ。ね。うん。その時にですよ、ね、佐藤の言ったことが外れたとかね、まあそういうふうに受け取られてはね、困るんですよね。 ああまあただその受け取ることはもう自由ですからね。その自由なんだけども、ね。ああそういうね、方々はね、ああやっぱりこういう事情もね、ちゃんとね、考えていただきたいと。ね。政治っていうのはすごく動いてるんだということですね。うん。ね。ああということなんですね。ということで、えー、またね、えー、情報はね、やっぱりこれはあげますので、ね。ああ ちゃんと情報をあげますので、えー、その情報をね、やっぱりね、えー、こうね、きちっとね、お聞き願いたいと,と思うんですね。うん。まあ、というわけですのでですね、あまあ、本日はね、ちょっと時間も押してきましたので、まあ、いつものね、えー、コマーシャルタイムはね、ないということで、えー、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。